蒸しタオルとは、水分を含むタオルを、正式車、タオルウォーマーや電子レンジなどで、常温に置いて、湯気が立つくらいの高い温度まで、温めたタオルのことである。蒸しタオルはタオルに含む熱気を帯びた、水蒸気や小粒の水滴によって人体へ、熱刺激を与えるために使用される。理髪店では、髭を柔らかくしておくために、髭を剃る前に顔に用いる。エステティックサロンやマッサージ店では、 顔面や体に当てることでリラクゼーション効果を得る。家庭では美容や健康のために用いる。顔に当てることによって毛穴を開かせ汚れを落としたり美容液の浸透を促進させたりする。筋肉疲労については音球による人体の壺への熱刺激が効果であると認められている。虫タオルの場合は疲労した幹部全体に直接当てるのが一般的である。 衣服を着用した状態では、顔全体、目、後頭部の首筋に当てることが多い。業務用には専用のタオルウォーマーが販売されている。家庭では、電子レンジを用いる場合が多く、家庭での蒸しタオルの作り方の一例を示す。タオルを水に浸す。少し緩めに絞る。電子レンジで1から2分温める。蒸しタオルを皮膚に乗せ、冷めるまで置く。 蒸しタオルが冷めたら温め直して皮膚への刺激を数回繰り返す。なお、アロマオイルを数滴加えて香りによるリラクゼーション効果を得る方法もある。ありがとうございます。